はいどうも、コミです。さあ、今日はサムライさんとの JWC J1 2本目の動画、行ってみたいというふうに思いますが、今日見ていくのはね、空攻めをするときの面白いおでんの使い方というところでね、見てもらいたいと思います。で、どうしようかな。まず一般的なって言っちゃうと、一般じゃないかもしれないけども、どうなんだろうね。まあ、とにかく僕が見る一般的な使い方を見ていこうと思います。これ、グランドウォーデンですね。まあ、ファイアボールを使いながら、なんだっけ、こいつ、オールがついてますよね。で、オールがついていて、これで突撃艦を入れていきながら、ファイアボールって、無敵状態の突撃艦が、このね、クランジョンの真上に起こって、突破したというような感じの攻め方になっているわけなんですけども、まあ、この攻め方うんぬんとかね、グランドウォーデンの付け方うんぬんっていうところではなくて、まあ、要は何が言いたいかっていうと、ペットがついてるんじゃないですか、グランドウォーデン。これ、オールをつけるとか、あとユニコーンをつけるっていうのは割と当たり前なんですよね。ラバルとかドラゴンとか、まあそういう、まあ、空攻めをする場合にはね。ただ、その常識っていうのが、ちょっとね、今回のこの対戦の中で、あっち変わってきてんなって思ったんで、そこをね、今日は中心に話していこうと思いますが、とにかくすげえバリューだな、これ。ここにやっぱ巨爆がないっていうのはあれよね、秘書権を考えた時には非常に大きなディスアドバンテージだよね。真ん中しっかりえぐり取ったんで、これ秘書権攻めなんですけども、もう初見でここにね、爆弾がないってことが分かった。取り根がないことが分かったんで、もうね、思い切ってトスアーチャーをぶち込んでたってことでしょうね。ファイアボールを使って序盤のね、この、左端の方を潰していきながら。で、ラバルなんですけど、まあこれラバルじゃなくても普通に多分ルートライダードルートでもよかったと思うな。ドロイドルートライダーを使って一気に、このね、壁の中をゴリ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 ってヒーローで持ってった方がむしろ多分強かったような気はするかな。ただ、こういうね、今の、その、一番喋ったかったのはこの序盤のこの部分なんですよ。グランドウォーデンがやられた部分で、バルーンを出していきながら、突撃艦を出していきましたよね。で、こういう風な場合っていうのは、オールとかが適してると思うんですよ。まあ、それなんでかっていうと、この、もしもこの防衛援軍の中に、ここに、アイスゴレムとかね、ラバーハウンドが入ってた場合って、それを呼んじゃうんですよね。下手なペットつけちゃうと。例えば、フロスティとか。まあ使わないと思うけど、ラッシーとか。ラッシーじゃねえの？なんだっけあいつ。ラッシーでいいんだっけワンちゃん。最近使わなくて名前が出てこないんだけど。まあね、そういうね、陸系の援軍を、ペットをつけちゃうと、余計な防衛援軍呼んじゃうんで、それはあんま良くないよっていうのはね、皆さん分かってることかなと思いますが、まあそれをしないために、こう、オールをつけるっていうのは、まあある種上等手段ですよね。で、まあ、そういうような形の、編成を組むのが、オーソドックスなのに対して、まあ、今回ね、この対戦の中で見せてくれた、まあ、とてつもなく、合理的な、ペットの使い方。これはね、多分上級者の人こそ、これやった方がいいんじゃないかなって思う、ペットの使い方なんで、ちょっとぜひね、皆さんも、これ、自分の攻めに使えるなと思ったら使ってみてください。理屈はわかるんだけど、なんかね、思いのほかうまくいってるんだよね。これです。ディギー。グランドウォーデンディギー。これ、グランドウォーデンちなみに飛んでます。で、ラバルやります。はい。ラバルやるグランドウォーデンにディギーなんですよ。で、まあ、こいつは、本来であれば、バルーンとかね、ラバハウンドは空の防衛しかタゲ取らないから、無駄にね、陸の防衛の目を覚まさせちゃうだけだと思うんですよね。で、かつ、さっき言ったように、援軍を釣っちゃうから、良くないんじゃないのっていうのが、まあ、定説だと思うんですよ。なんだけど、これね、キルアさんってやっぱね、ずーっとラバルばっかりやってるんだ。これ、言い方悪いな。ラバルばっかりやってるって、あれだけど、ラバルのスペシャリストなんですよ。ラバルばっかりやってるのダメだよね。はい。スペシャリストなんで、どういうね、装備を使ったらいいかっていうのを、すごくね、よく練りに練ってるんですよね。で、今回で言えばこれ援軍出てくるでしょ。ネクロが入ってる、小粒入ってる。これキングの、ガントレットで一撃のもとに粉砕します。はい。粉砕し終わって、もう援軍出てこないから、ディギーさん、はい、どうぞなんですよね。これね、ディギーがすんげえいい仕事するんですよ。こっから出てくるでしょ、ディギー。グランドウォーデンにこうついてるディギーが、ほら、ポン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 こうね、いろんなところの防衛止めてくるんですよね。今どこ止めてるこれ。多分このクロス止めてるでしょ。で、クロス止め終わったら次はどこ行く？次はディギーが、これ、モノリスも止めてよね。今止めたの見えました。1秒に2秒止めてるんですよ。ほら。で、今度これ大工の小屋止めてます。こんな感じで、ディギーの体力どうかっていうと、ほとんど減ってないんですよ。わかります？今のこれ。ほら、ほぼグリーンでしょ。ほぼグリーン。ディギーの体力があんま減らないんですよ。
結局グランドボディのトームとあのヒーリングトームがついてるから、陸の防衛だけからの攻撃程度じゃそんな減らないんですよね。結局シングルインフェルノとかモノリスとかの攻撃を食らっちゃったりすると結構減ってくんですけど、それでも潜ってタゲ外れたりするから、やっぱヒーリングトームがついてるっていう時点で、これヒーリングトームでは多分ね、確かエターナルトームだった、ごめん。エターナルトームがついてる時点で、タウンホールの爆破ダメージとかこの辺も全部ね、ポイズンダメージも無効化できちゃうし、最後までこう生き残ってね、活躍をしてくれます、ディギーさんがね。これ別にまぐれってわけでは全然なくって、普通に次もこんな感じで取っていくわけですよ。だからね、もしもポイントは援軍ね、防衛軍をもしも、序盤何かしらの方法で解除できちゃうんだったら、グランドボーデンが空飛んでようとペットディギーでいいんじゃないかっていう問題はありますよね。むしろペットディギーの方がいいんじゃないかっていう問題があるぐらいだったと僕思います。これ見ていてディギーがどんだけタフかってことが分かったし、あとどれだけディギーが、空の攻めをする場面でも仕事をするかも分かったような気がするんですね。なんできっちりとね、無駄な、ペットを使うんだったらディギーを使っちゃうっていう方法はありかなと。で、まあどうだ、フェニックスの場合にはまあ完全に無駄にはならないかな。だけどオールか、エレクトロオールを使う場合っていうのは結構ね、無駄になるんですよね。どんな風に無駄になるかっていう話だけど、オールって、攻撃しますよっていうポジションについてから、一発目の攻撃放つまでがすんごい長いんですよ。多分これ気づいてる方いると思いますけどね。めちゃくちゃね、攻撃開始までが長いんです。で、2回目以降のエレクトロは割と早いんですよ。ぴょっぴょっぴょって出すんだけど、一発目のエレクトロが出ないのね。全然出ないの。まだ打たないのあんたみたいな感じの状態になっちゃうわけですよ。で、そういうね、オールの、攻撃の遅さっていうのは、特にこういうラバルなんかするときもそうだし、ドラゴンをするときなんかも、あんまりにも待ってられないもんだから、ほとんど仕事をせずに、ドラゴンとかが次々防衛壊しちゃって、なんかオールって何やってんのみたいな感じになるわけですよね。ほんとね、そうなりがちなんですよ。だから、オールを使って何の仕事もさせないような状態になるぐらいであれば、むしろディギーを使ってあげて、しっかりほら、これも、今これ投石器がこれスタンしてるでしょ。こういう風にスタンさせまくった方がいいんですよね。ディギーがまたこれでスタンさせてるでしょ。で、ここの、マルチアーチャータワー、マルチ、インフェルノもスタンさせてる。このね、クイーンがちょっとね、こう、生き生きしすぎちゃって、多分これストライカーがやりきれなかったんだろうな。生き生きしすぎちゃって、最後ライフジェル持ったね、グランドウォーデンまでやられちゃって、だいぶ終盤厳しくなってはいるんですけど、まあそれでもね、やっぱりね、バルーンがこう生き残ったのは途中で無駄なダメージがバルーンに入んなかったからって、これかなりギリギリだったんですよ。相当ギリだったけど、これもし途中で無駄なダメージがバルーンに入っちゃっていて、バルーンがね、落とされていたとしたら、おそらくここまで、耐えきれずに、前回逃してたんじゃないかもしれない。逃したかもしれないですね。今のこの最後のマルチアーチャー、マルチインフェルノか、ごめん、言い間違いすごいな。マルチインフェルノのところで、相当バルーンの体力削られてたじゃないですか。それが、あともう数十とか100ぐらい削られていたら多分アウトだったんで、ディギーの効果が明らかに出たと思うんですよね、ここで。まあ、エレクトロオールがいたらね、最後もっと、竹取ってくれたんじゃないですかとか、まあ、いろんな考え方あるんで、一概には言えないのは、まあ、当然なんですけど、まあ、それにしても、複数範囲攻撃施設を、数秒間でも止める意味っていうのは、特にこういうね、競った場面においては、ものすごくアドバンテージを作ってくれる大きな要素になってくるんで、空攻めをね、する方っていうのは、ぜひ、こういった、なんていうんだろう、ペットの妥協をしないで援軍を、ディギーが釣っちゃうっていう状態でない限りは普通にディギー使ってみるのはありかもしれません。空攻めをするときもね、グランドウォーデンにつける。まあ、当然ルートライダーをするときにはね、割とディギーって、まあ、主流だったりするし、ディギーかポイズンリザード、まあ、この辺を使うのが主流だと思うんですけど、やっぱりね、だいぶ効果が大きいなっていうのを感じたんで、ぜひ皆さんも、空攻めのディギーっていうのをね、使ってみてください。特に、まあ、ラバルやる方、今みたいにこうヒーローダイブからのラバルをする、ヒーローで防衛軍処理するんですよっていうタイプの、ラバルをする場合には、もう絶対にディギーが僕いいんじゃないかと思うんで、参考にね、してもらって、使ってみてもらえたらとても嬉しいです。
はい、ということでですね、今日は、サムライさんとの GWCJ1 初戦第2本目の動画、話をしていきました。どうでしょうか？結構ね、細かい、ニッチな内容だったと思うんですけども、参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またね、こういう場面、こういうペットもいいですよみたいなアドバイスがあればぜひ、教えてください。皆さんのね、ペットの使い方は僕も知りたいです。で、最後に今日も動画最後までご視聴ありがとうございました。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。